こんにちは、伊藤ひとみです。私は京都のお茶屋さん、舞妓さんの置屋さんに生まれたんですけれども、3歳ぐらいからずっと日本舞踊とか習って舞妓さんになるんだって思って生きてきて、全然違う方向に来て、今だから伝統芸能とかそういうのすごく得意なんですけど、ゲームはとにかく好きで、アニメとゲームが大好きすぎてオーケストラ作っちゃったみたいな感じなので、なんかそういう話で気になることがあればいつでもインスタグラムで探していただけると、一応フォロワー1万人ぐらいいるんでよろしくお願いします。